皆さんこんばんばはこですこのポッドキャストでは日本語が大好きな私が日本語学習者の方そして日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしています。さて皆さんは犬派ですか猫派ですか私はは動物大大抵大好きなので 犬も猫も猫大好きなんですが、まだ猫と一緒に生活をした経験がありません。なんとなく猫って無邪気でゴロゴロしているので見ているだけで癒されますよねさてペットとしてどちらも大人気の犬と猫なんですがいろいろな違いがありますいくつか比較してみたいと思いますまずは性格の違いです 犬は社会的で飼い主との絆を大事にします。一方、猫は独立心が強く自分の時間を大切にします。食事や運動習慣も違います。犬は一日2回程度の食事が一般的ですが、猫は一日に何回かに分けて少しずつ食べるのを好む傾向があるそうです。 そして、犬は運動が必要で、散歩や外出することでストレスを解消しています。猫は狩猟本能が強く、遊びながら運動をします。狩猟本能というのは、肉食動物が持っている動くものを獲物と認識して襲う本能のことです。よく、猫の目の前で物をゆらゆら動かすと、すごいスピードで追いかけてきますよね。 しつけやトレーニングも違っています。犬は自然とトイレの場所を覚えたりはしませんが、いろいろな指示に従うなど、覚えることは得意だそうです。逆に、猫はしつけが難しいんですが、教えなくても猫用のトイレを自然に使ったりと、猫独自の習慣を持っています。そして、生活環境の違いも大きいです。 犬は先ほども言ったように外での散歩が必要です。犬種や大きさにもよりますけど運動量が多いので広いスペースがあるのが理想的です。もし大型犬をたくさん飼うのであれば人間がちゃんとした環境を用意してあげなければいけませんね。逆に猫は完全室内飼いといって全く外に出さないで生活させることも多いです。 実は日本の環境省が定めている家庭動物などの使用及び保管に関する基準において感染病や事故を防ぐためにも猫は屋内で飼うようにと書いてあります外で生活している自由な猫を野良猫と言いますそれに対して家の中だけで生活する猫を家猫と呼んだりもします 家猫のためには部屋の中に猫用の爪研ぎやキャットタワーなどを置いて猫らしい生活ができる環境を整えることも大事ですちなみに猫が爪研ぎをする理由がいくつかあるのを知っていますか人間は爪が伸びると切るという感じですよね猫ももちろん伸びすぎた爪を整える という理由もあるんですがもともと狩りをする動物ですから獲物を捕まえたり自分の身を守るために戦うためでもあるんですそれから爪研ぎをしている時にマーキングもしています猫の肉球には強い匂いがするシュがあります爪研ぎをしながらシュの匂いをつけて自分の縄張りを主張しています 縄張りをカタカナ言葉で言うとテリトリーです。そしてできるだけ高いところに爪痕を残して自分は大きい猫だから強いんだということもアピールしているそうです。そういえば一生懸命背伸びをして爪研ぎをしている猫を見ますよね。その行動の裏にはこんな可愛い理由があったんですね。さて最近日本では ペットを飼ってもいいマンションやアパートも増えてきましたそして在宅勤務をする人も増えてきましたそういう事情もあってか犬や猫を飼う方も以前に比べて増えてきたように思いますただペットは体が小さくても大切な命ですからしっかりと覚悟をしてから飼うべきだと思います可愛いから癒してくれそう とといいいう理由だだけでペットを飼い始めるのは無責任だと思っていますやはりその動物の習性を理解して適切な生活環境を与えてあげられるかを飼う前にまず考えるべきだと思いますペットも私たち人間と同じで思いもよらず病気やけがをすることもありますそんな時にもちゃんと寄り添う 心と時間とお金の余裕があるのかも考えておくべきだと思います。思いもよらずというのは想像もせず、予期せず、思いがけずと同じ意味です。さて、私の周りで動物は大好きだけれど飼ってない人が口々に言うのは旅行がしにくくなるということです。口々にというのは多くの人が それぞれぞうことです最近はペットが一緒に泊まれるホテルやレンタルコテージなども増えてきましたがやはり海外旅行に行くとなると一緒に行くのはペットにとってもストレスです。私の周りでペットを飼っている人はペットホテルや家族ペットを飼ったことがあるお知り合いに預けるかペットシッターさんに訪問してもらったりしていますね。 それでもやっぱりペット側からすると突然環境が変わり、いつになったら家族が帰ってくるのか理解できないので大きなストレスになると思います。私は赤星インコを飼っているんですが、朝から出かけるときや海外旅行に出るときは近くに住んでいる両親の家に預けていきます。よく行ったり来たりしているので、 家族や家族の飼っている犬にも慣れているんですけど、私が数日後に帰ってきたら、1時間ぐらい私の肩に乗って甘えてきます。かなり寂しいんでしょうね。ペットにとって飼い主のいない1日って、とても長く感じるんだろうなと想像します。そう考えると、自分の幸せだけでなく、ペットの幸せをも考えて飼うことは、 本当に覚悟ががいいることでですコロナ禍で家から出ら出れない時期がありましたそんな時に遊びに行けなくて退屈だからなどという安易な考えでペットをおうちに迎えたものの思ったより飼うのが大変だからといってすぐに飼育放棄つまりペットの世話をしなかったり捨ててしまうということが多く報告されたそうです。 ドラマや漫画で見ているだけではわからない命を預かるということの大変さに実際に飼ってから気づくことがあるようです。私自身も2021年の私の誕生日に鳥を飼い始めるという決断をしたんですが、それまでの半年間は赤犀インコについての本をたくさん読んだり、赤犀インコを飼っている色々な人の SNS をずっと見ていたり、 実際に飼っている人の経験談を聞いたりしました。それでもいざ飼い始めてみると、毎日ちょっとした変化にドキドキしていました。体調が悪いんじゃないかと疑い始めたら、インターネットで何時間も調べたり、鳥を飼ったことがある人にいろいろ質問したりと、心配でたまりませんでした。可愛くて癒される時間も多いんですが、 ちょっとした私の不注意で小さな命がなくなってしまうんじゃないかと責任と不安で胸がいっぱいになったことも少なくありませんでした。周りからは心配しすぎとは言われましたけど、やっと心穏やかに過ごせるようになったのは鳥が3歳になった頃からです。ペットを飼ったことがない方は、ペットがいる生活って楽しいだろうなぁと想像するかもしれませんが、 ペットが心配で胸が張り裂けそうでご飯を食べられなくなる日もあるんですよ。特に初めてその種類の動物を飼う時には、下調べと心の準備だけでなく、獣医さんを含めた周りのサポートも大事だなと思います。さて、私は今は鳥との生活が充実していて、これ以上ペットを増やそうとは考えていないんですが、 子供の頃は猫が大好きで大人になったら猫を飼おうと思っていました。そんな私が今でも探している猫がいるんです。それは招き猫です。皆さんは招き猫を見たことがありますかだいたいお店の入り口やレジの横にちょこんと座っている猫です。ちょこんというのは擬態語で 小さく落ち着いている様子を表します招き猫は江戸時代に作られ始めたと言われていて商売繁盛や金運を招く象徴とされていますですからお店によく置かれているんですねよく見かける招き猫は白い猫だと思いますでもたまに黒や赤金色の招き猫もいます それぞれぞ何を招くかによって色が違うそうです。白は幸運が訪れるように、黒は厄除けといって悪いことが起こらないように、金色は金運が上がるように、そして赤は健康になれるようにという意味があるそうです。皆さん、招き猫のポーズを思い出せますか右手を上げている猫。 左手手ををげげててていいいる猫がいるる猫猫そし両がんです右手を上げているのはお金を呼ぶそして左手を上げているのは人を呼ぶと考えられています両手を上げているのはつまりお金も人も呼ぶということですね1年ぐらい前から 私はかわいい招き猫を探し始めたんですがまだ一目惚れするくらいのかわいい招き猫に出会っていません一目惚れというのは一度見ただけで好きになることです一度京都の骨董品のお店でかわいいなぁと思った招き猫に出会ったのですがもっとビビッとくる子がいるはずだと思って見送りました 骨董品というのはカタカナ言葉でアンティークです。ビビッとくるというのは瞬間的に心に強い印象を受ける様子でまるで体に電気が流れているような感覚を表しています。アイディアが急に浮かんだ時や一目ぼれした時などによく使います。猫が好きな人、幸運を招きたい人、 ペットが飼えないけど癒されたい人は玄関に可愛いだけでなく幸運も呼んでくれる招き猫を飾るのはどうでしょうか YouTube チャンネルではこのポッドキャストでお話しした内容についてもっと詳しくお話しするライブ配信エリコカフェオンラインを実施しています是非 YouTube チャンネルの登録をしてライブ配信に遊びに来てください インスタグラムでも私の日常やレッスン情報をお届けしていますのでフォローしてください YouTube も Instagram もえりこ塾 erikojuku でアカウントを検索できます個人レッスングループレッスンオンラインサロンについてはえりこ塾のウェブサイトをご覧くださいそれでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました 次回も聞いてくださると嬉しいですではまた